こんにちは、まさ46494です。今回はまたスタミナが溢れそうなので、コインダンジョンを買ってみたシリーズ的なやつをもう一回やっていきたいと思います。まあ適当に買ってってサクサクいきたいかなと思います。で、火だからとりあえずウルドでいこうかな。足りねえよね、っていうか、あれは。多分足りるはず。スタミナが。足りなかったら悲しいよね。火が全然落ちない。食うんじゃねえよ。全然火落ちない。もう通信していけるでしょ。4コンボか。火全然しょうがないよ。真面目に。あ、ちょっとね。ちょっと回復した。先生気をつけないとな、マジで。やばいんで死んだら話にならない。先生多すぎだろ。甘い。落ちた。あ、でも抜けないよね、多分抜けない。繋がっちゃった。ガン飛ばされた。まあ、いけるでしょ。間に合わなかったら今。OK。しかも、プラス。一番上で4文字がこっちった。あ、やべえ。よかった。
寝てるでしょ、さすがに。そしてまた火がない。機能停止の音がしたぞ。そして音が消えた。完全に音なしでやれと。いったんしょ。あと3フロア。あ、そっか、これはあれだ。あの、スキル上げ、毛利さんのスキル上げに使えるんだ。あ、ここは違うけど。でも先生からダメだ、めんどくさい。とりあえず上3つだけウルドウルドで行けるとこまで行って、あとはその上は別にあれ、あ、マジか、落として火来るとは思わなかった。よし。まあ大丈夫かな。あ、ミスった。まあ、いけるでしょ。で、あとが、5、6、7。足りるか。わかんねえ。やべ、超コンボ、コンボ決まった。また足りるか。15分は間に合いそうだな。で、決めやつで、あ、まだ使ってくんのか。これで、あと5分で下2つ。76。まあ最後は芝ドラでいけるでしょう。
火が全然落ちこないやつだ。よし。あ、これ何持ってたんだろう今。ミスった普通に。あと3分半。四つ消しでいけるか。これできるでしょ、もう。OK。ケラスト19で、芝。なんかこれでいいや。マジか、抜けないやつ。今回はいけそうだな。よし、よしよしよし。ということで、パズドラのスタミナが溢れちゃったんで、コインダンジョン買ってみちゃったやつでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。